もうさ、ちょっとさ、これ言うのあれなんだけどさ、そなんか、そんな、なんだっけ、ブナマユの主催の、なんか運動会みたいのがあって、10月の29だっけ ?30 だっけなんかにあって、で、それでさ、まあ、全体の、なんか、スタッフミーティングみたいな、関係者ミーティングみたいな、そう、主催者じゃなくて、出演する人間じゃなくて、ブナマユと、あと配信機材チームとか、あとスタッフとか全部混ぜて、オンラインで打ち合わせしましょうみたいな、あって、で、それで、まあ、こっちで手配した、まあ、俺、がちょっと話つけてまあやってあげるみたいな感じで言ってくれた機材チームとかもろもろいて、まあカメラとかあと直樹兄さんとかね、 MC とか司会進行とかなんかそういう人たちが集まってやってたんだけど、質問が止まらなくて、でそこはやっときます、ここはやっときますとか、そこはっていうかどういう意味ですかみたいのをずっと繰り返してて、約1時間半ぐらいじゃないかなでやってて、まあカメラマンがどうやって動いたらいいかとか、なんかもうそういうまあ細かいものとかも聞きたいわけじゃん。でそんだけ質問出るってことはみんないいものにしたいわけよ。もう誘ってもらってね、一つの放送でたくさんの人が見てくれるんだったらいいものを作りたいと思って、みんな真剣に質問してんの。直樹兄さんとかも筆頭に。で、まあ、ブナマユが話してることとかわからないだろうなと思って、英語を日本語にする役みたいな感じで、通訳みたいな感じで、あ、ブナマユちゃんが言いたいのって多分こういうことだと思うんだけど、ブナマユちゃん合ってるって、はぁ、キャマシルっていうのをずっと俺がやってて、そう。みたいのをやったりとかして、まあ、こう、回してたのね。もう本当になんかそんな感じ。で、その後に、もう全部会議終わった瞬間に、ね、ポンスケから電話来て、お前大丈夫なのみたいな。これ大丈夫なのみたいな。電話来て、万太郎から電話来て、みたいな。で、それで機材チームから電話来て、つって、もう俺マジで電話対応に追われて、あ、もうこれ、ちょ、うつ病来ちゃうと思って。なんで俺なんみたいな。もうなんか、なんかまとまんなかったし、みんななんか納得して、よし、頑張ろうっていう気持ちになんなかったって。いや、もうなんか、ブナマユに、そう、個人的に連絡するより、なんか、ナーボーの方が早いんじゃないか、みたいな感じで、なんか連絡 してきたのよ。大丈夫かなみたいな。まあ、なんとかなるでしょ、つって。うん。主催の方がいいよね。ナーボーに聞いた方が早いからだよね。いや、俺も別になんか、なんとかなるんじゃないっていう。もう、あと一週間ちょいなんだが。問題しか持ってこないんだから、関わるの控えろよ。まあ、そうだよね。困ったよね。人が減ったらまた増やしてたから、そのまま減った人数ですればよかったのに。いや、でも、なんか、減った分出たい人間はいると思うから、増やしてもいいんじゃないって言ったの。でも、減るっていうことは、お前の責任だからねって言っといた。そう。なんか、人数が減っちゃってるみたいな。なんか最初、もうなんかやめた方がいいんすかねみたいな感じで言ってきたから、これやめたいんだったらやめればいいし、やりたいんだったらやればいいじゃんつって。そんな知らねえよつって。なんか俺に言われてもわかんねえみたいな。さすがに大規模すぎない。だから、そんなんか、なんか言った、それも。そんなんか、人がね、関わる人が増えれば増えるほど、もっと細かく、もっと精度を上げていかないと、みんなついてこないし、みんなやろうっていう気持ちにならないんだからつって。そのなんかふわっととかなんかざっくりやりたいんだったら、まあなんか多くても10人規模にしないと無理だよって言ったのね。だから50人とか50人を一気に動かす主催者ってなったら、もう本当に細かく打ち合わせしないと無理なのよ。なんか客を集めるんじゃなくて出演者として50人使うってどんだけ大変なことかっていうのをまだ理解してないけども、まあ、今回かなり勉強になったんじゃないかなって思う。マーボーに行って判断するのは共同企画になる。めちゃめちゃ大変だと思う。まあ、ちなみに俺もやったことないのにね。俺もそんな人数扱ったことない。逆にあの人数をまとめて仕切れると思ったブナマユがすごい。そうだよ。ワンピースで言ったら、イーストブルーで、俺は海賊王になるっつって、ね、いきなり、覇王色使おうとしても無理があるでしょ、みたいな感じ。イーストブルーで、最弱の海で、俺覇王色使えるからって言ってるルフィみたいなもんだからね。もう、いや、無理だよ。経験を積まないと、みたいな。俺もなんか呼んでも10人ぐらいだもんね。リンカーンの運動会より多そう。だってさ、そんだけさ、出演者集めて運動会するみたいなのって、ねえ、なかなかないよね。でもなんかわちゃわちゃした企画好きなんだろうな。ナーボーがいるから大丈夫って思っちゃうのかな。だからもう俺はやらないよ。もう、さすがに。一回全部自分でやらせて失敗経験させないと永遠に変わらなそう。で、それがね、みんなさ、その配信者ってめっちゃ優しいの。ブナマユちゃん一人だと絶対うまくいかないとか、なって、ブナマユがダメだから、みんななんか手を取り合って頑張ろうとしちゃって、なんか、ある程度成功の方向に持ってっちゃうのね。集まった
人たちが毎回、あ、ここ足りないね、俺が入るわ、みたいなの全員やっちゃうのよ。知らねってなんないで、みんななんか協力体制になるのよ。ナボが可愛がってんのがあるから、そうなのかな？それも才能だよ。なんかそういう風に言うよね。それはそれでいいのか。まあだから、なんか、出演する配信者とかもさ、なんか刺激なんだよね。なんか一つの。なんか、自分で主催するってなると、普通やりたくないのね。なんかそのなんか、複数人、そう、何十人とか集めて企画やるなんて。だってさ、なんかかかった費用返ってこないんだもん、絶対。ね。だから、費用分は返ってきてほしいじゃん、企画やるんだったら。そんなうまくいかないし、プラスになんないの分かってるから、みんなやりたがらないし、やらないじゃん。だから、ブナマユがやりますっつって、誰か、なんか誘って、たりとかしたら、あ、なんかそういう企画はやってみたいし、参加してみたいっていう気持ちはみんな持ってんの。みんな持ってるから、もう参加させて、みたいな。いいよ、出るよ、みたいな感じになるんでしょ。逆に参加費取られる方向になってしまったもんで。まあでも、参加費取られてもっていうところは正直あると思う。だってやっぱりさ、6000人とか7000人ぐらいはさ、少なくともさ、見てくれる予想じゃん。なんかそこで、なんか普段さ、まあ300人以下の配信者が出演させてもらえるってなったら、なんか2、3000円払っても、なんかプラスっていう考え方ないと、なんか今後なんか配信者とかできなくないって思っちゃうけどね。そこは。ね。ちょっとかわいそすぎるから、ちょっと肩持ってあげた。そう。2000円で視聴率、同節7000に出演できるんだったら、2000円俺は払う。ギミさん偉そうに言ってるけど怖いんだよね。スポーツテストの企画で滑ったから、挑戦してるブナマユのことを批判する権利、君にはなくないか。これを批判と捉えてる、なんか君の方が、ちょっとなくないかって思っちゃう。あれやこれや難しいことがたくさんあるけども、挑戦してるブナマユっていうのは素晴らしいし、みんな認めてるから助けてあげちゃって、なんだかんだうまくいってるんだよねっていう話を簡単にまとめたらね、したんだけども、それを批判と捉える、あなたの方がおかしいと思うけどね。規模がでかくなると参加費徴収してもって思う。ナボはめちゃくちゃ助けてるじゃんか。なんか俺ね、参加者じゃないからね。なんかどっちかというとなんか、スタッフみたいな感じだから、放送にも映んないしさ。なんかそれでなんか批判みたいな感じで言われても困るよな。まともな配信者は参加しない。いや、まともな配信者こそ参加すると思う、俺は正直。いやなんか、まともかまともなかじゃないと思うけどね。なんか、損得で考えたら絶対得なの。だって、じゃあ、君が配信者で閲覧5人だとして、じゃあその企画、出演させてもらったら7000人の前でアピールできるチャンスだって考えたら普通に参加するの得だと思わないの？君が配信者じゃないし配信者の思考じゃないから損得感情が湧かないんだと思うけども得か損かったら圧倒的に得なのね。だからね、まともかまともじゃないかじゃないと思う。なんか野心だったりとかやる気あったりとかもっと数字を増やしたいとかもっと知名度上げたいって思うんだったら普通にノリでしょ乗るでしょっていう。あとは個人の実力と本人の見せ方次第か。いや、マジでそう。で、その、なんか個人の実力を引き出してあげるのが、ブナマユの仕事なんだけどね。本来、主催者って。だから、何でも手当たり次第、なんか、おはようございます、おはようございます、これで仲間だと思ってて、そのまま参加してって引っ張っちゃうけども、ね、この人がどういう配信してて、どういう思いで生放送してるかとか、どれぐらい収入があるかとか、ね、そういう細かい情報があって、やっぱり引き出せるわけよ。呼ぶ側っていうのは、細かい情報を持ってないといけないんだけども、あまりにも情報収集できてないね。さすがに50人とかの規模になるとね。だから、それができる限界とかがやっぱり10人ぐらいなんだよ。じゃあ今回のブナマユの決定的なミスは何だと思うの？身の丈に合わないでかい企画をしすぎてる。身の丈に合ってない。お金も足りない。その器じゃない。だし、そのなんか関係者とかもそうだし、出演者もまとめられてないわけじゃん。身の丈に合ってないからなんで、まだ人数減ると思う。いや、でも、50人、元気に参加できるわけないじゃん。なんか10人でもかけることあるし、5人でもかけることあるのよ。50人なんて、かける確率めっちゃ高いよ。最近何流行ってんの？コロナでしょ。風邪もインフルエンザも全部流行ってんだから、みんななんかさ、こう、なんか、社交的なふりしてさ、人と関わることをさ、ね、重きと置く配信者たちが多い中で、そんな、インフルだ、コロナだ、風邪だ、とか体調不良だって、ちょっと熱上がったらもう外出れないんだぜ、今の時代。ね、普通に50人、ぴったし集まるわけない。体調管理だけでも。だから俺はなんか40人ぐらいまでは許容だと思った方がいいと思う。50人集めるよってなったら、10人補欠用意するべきだと思うし。10人ぐらいは、50人でやりたいんだってなったら、10人ぐらい補欠用意するべき。補欠は辛い。いやでも、本当にね、補欠10人ぐらい欲しいと思うよ。50人ってなったら。
ね、なんか連なって仲いい配信者とかもいるじゃん。なんかよく絡んでる配信者同士、二人ともさ、じゃあ出演者として引っ張るってなったら、どっちかがコロナだと、もう二人ダメなのよ。そのなんか連なりがさ、じゃあ5人ぐらいで仲良しメンバー5人を全部引っ張ったってなったら、一人コロナだってなったら全員参加できなくなるの。だから、やっぱり少なくとも10人ぐらいは補欠みたいなポジションに配信者がいて、出演者としていてくれると、めちゃめちゃ安心できるよねっていう。大変やん。いや、めちゃめちゃ大変だと思う。うん、そういうところは何も考えてないと思う。もしこの時はナーボ出演して、絶対嫌だよ。一応録画見ながら配信者がああでもないこうでもないって。そうだね。それはめちゃめちゃ大事だと思う。ポコチャで月額25万以上課金させてるリスナー3人もいる。うん。運動会に出るつくしって娘。え、ちょっと待って。25万以上。あ、運動会に出るからって25万集めてるわけじゃないよね。それ、もう、女版キビ棒だよ。なんか運動会に誘われたんだけども、25万かかるんだよね、みたいのは、もうキビ棒やってること。そうじゃないでしょ。出演する人間が25万ぐらいは普通に稼いでる人だよってことか。うん、参加費25万なんだよね、つって。じゃあ今のツイキャスで50人まとめられる器の配信者誰なの？え、いないです。50人は。今のツイキャスに50人まとめられる器はいないです。うん。だって、ツイキャスやってる人だよ。もう、そんななんか野心とか燃やしてないのね。だから、上へ行こうとか、おっきな企画してやろうみたいな感覚を持ち合わせてる奴がいない。うん。だって、次のステップとかにチャレンジしてないわけじゃん。石川の隆起と TJ は。TJ さんは、多分、もうやりたくないってなってる人。で、のりちゃんとかは、もう別の方向に、ね、舵切ってるし、やらないじゃん。んな、50人なんて。もうだからもう見えてんの。もう先がっていうか、やってどうなるか、やったらどれだけきついかっていうの分かってんの。TJ は経験してるし、のりちゃんとか、やらずしても分かってる人間なのね。だからやらないのね。で、あとは、みんなやる気ない。で、器で言うんだったら、器だけで言うんだったら、のりちゃんとかでも、TJ とかでもいけると思うよ。うん。でも、やらないと思う。熊前は運動会企画やりたい理由って楽しいからだけやろ。楽しいからだけなの。うん。もしもし？あ、お疲れっす。お疲れ。20万手に入ったらしいじゃん。おめでとう。あ、負けたよ。あ、負けた？負けたよ。俺も、りゅうちゃん。前より、お前の後に負けたよ。あ、そうなんだ。うん。あれだったんですけど、うん、当日5時半ナーボーさんの家の前でいいですか？5時半 OK 了解。早っ。大丈夫ですかね？え、お前時給いくら？でもそれじゃないと。お前5時半に出て時給いくら？え、あの名前の企画ですか？そう運動会時給いくら？ゼロゼロっす。いや、俺もあ、俺ちょっといいビジネス考えたんですけど聞いてくれます？何？教えて。ナーボーさんって今回スイッチャーとかでこう僕に指示出すじゃないですか。やっぱりすごいお金かけて出演者の人ってやっぱ出てくれるじゃないですか。だからやっぱ少しでも映してもらいたいじゃないですか。だから10秒単位で、お金引っ張ってお前、あ、そっか、お前カメラ持つから、じゃあ俺が各配信者に少しでも多く配信に映りたい人は俺にお金振り込んでっていうのをやれば、でお前とあともう一人カメラマンと分配すればいいってこと ね何それ超いいじゃんなんで、ちなみに配信者からお金引っ張ってもいいし、その配信者の囲いから引っ張れるんですよ。マジお前天才か。でもう一つなんですよ、アンチ。アンチ、こいつは映してほしくないみたいな。お前天才か。そこ映さない。いやだからめっちゃ儲けたんですよ、この裏で。マジか、ワン太郎これ放送中だわ。あいつは裏でこんなこと考えてるってことだよ。うん。だから、うん、5時半ね。オッケー。ワン太郎も、キミ坊と変わんないってこと。キミ坊は実行したから罪重いけど、ワン太郎も、思考的に言ったら、キミ坊と変わんないってことだよ。うん。